はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ニキータです。1月26日金曜日のモスクワの日中の気温はマイナス2度、最低気温はマイナス5度と暖かくなっております。時が経つのは早いもので、新年を迎えたのがつい先日のように感じていますが、あっという間に1月も最後の週末となってしまいましたね。現時点でモスクワの日の出は8時35分、日の入りは16時51分となってまして、昼は徐々に長くなってきております。まだまだ春は遠いですが、遠い春へ向けて晴れてよし、曇りてもよし、富士の山の心境で過ごしていきたく思います。ということで今回も時事ネタをお届けいたします。いつものようにどうぞラジオ感覚で最後までお付き合いください。まずは土曜版ということで選挙からお伝えいたします。いつものようにフロリダのサーニャさんのテレグラムチャンネルからお届けしますが、今回は25日の情報量が少なかったので24日分も含め2日分の動画をまとめてお伝えしたく思います。まずは一番南のヘルソン方面です。ウクライナ国防省によれば、ロシア軍はクリンキでの攻撃を継続し、7回の突撃を行ったとのことです。一方で、ドニエプル川の西岸から20キロほど奥に行ったこの地点で、徘徊型無人攻撃機、ランセットがウクライナ軍の 2S1 グバズディーカを爆撃している映像があります。そしてこのドニエプル川に近いアトラダカーメンカの北部では、破壊力の強い誘導ミサイルパブによる爆撃が行われたとのことです。次はザポリージャ方面、そして南ドネツク方面ですが、ここでは目立った動きはなかったとのことでした。次はそこから少し北に行ったマーリンカです。水曜版でお伝えしましたが、ウクライナ軍から無差別の砲撃を受けたドネツク市内はこの北東に位置しております。このマーリンカの北北西のこの地点で、ロシア軍の活発なドローンによる攻撃が行われている模様です。次はアブディエフカです。南東部の工業地帯近辺にあるツァールスカヤ・アホータ、日本語に訳すと皇帝の首領という意味のレストランの周辺は、ウクライナ軍の要塞となっていましたが、水曜版でもお伝えしました通り、ロシア軍が制圧しており、前線はこのように変化しています。しかしウクライナ軍はまだこの情報を認めていないため、サーニャさんはこのようにグレーゾーンとしているとのことです。ちなみにですが、なぜこの要塞をロシア軍が突如突破したのかについて裏話があります。実はロシア軍は長年放置されていた地下を通る大型の配管を伝って、ウクライナ軍の陣営の反対側へとたどり着き、背後と正面から一気に攻めてここを制圧したとのことです。ロシア軍の偵察部隊がこの配管の入り口を見つけたそうですが、その時は長年使っていないこともあり、完全に浸水しゴミが溜まっていたそうです。そこから敵にバレないように数週間に渡り、音を立てずに水や泥をかき出し、掘削装置も使わずに穴を掘り進め、まさに膨大な作業をこなし、ウクライナ軍の背後に回ったとのことです。突如思いもよらないところからロシア軍が出没したわけですから、ウクライナ軍は完全に不意をつかれ、数時間抵抗した後降伏したとのことです。まさに戦術的大成功ですよね。こちらの軍事専門家の間ではこのような前例はなく、まさに歴史に残る戦法だったと評価されております。話を元に戻しますと、アブディエフカ北部のナババフムートフカ東部のこの地点ではウクライナ軍がローテーションを行っていますが、新しく塹壕に入ったウクライナ兵たちが何やら塹壕に集まって談笑している時に、ドローンによる爆撃が行われ、全員が死傷した模様です。次はバフムト方面です。24日に南部のクレシェフカでウクライナ軍の塹壕や拠点をロシア軍のドローンが撃破する数多くの動画が出回りましたが、25日には前線からかなり奥に入った地点ですが、この地点からロシア軍のランセットがウクライナ軍の戦車を撃破している映像が公開されております。ただこの1回目の攻撃では致命的な損傷を与えられなかったようで、戦車はそれから輸送道路 T0504 に沿ってストゥポチキ方面へと逃げますが、やはりドローンからは逃げ切れず、再び場所を特定したランセットに撃破された模様です。次も奥地ですが、カリーニナという居住区ではロシア軍のドローンがウクライナ軍の銃迫撃砲の位置を特定し、砲撃場所の修正指示を出しながら正確な場所を特定しつつ爆撃している映像があります。サーニャさんもおっしゃっていましたが、この戦いではドローンの重要性が非常に際立っております。バフムト方面全体の前線の動きですが、1月11日時点ではこのようになっておりまして、23日の画像と比べるとこの2週間で前線にさほど変化は見られません。次はハリコフ方面のクレメンナへの西部のこの地点では、ウクライナ軍の戦車数量がロシア軍のいる方角へ向かって一斉に砲撃する動画があります。戦車部隊が野原の茂みから出てきて一斉に砲撃し、そして一斉に去っていくというシーンでした。おそらくドローンを警戒して素早く出現し、攻撃を加え即時撤収したのだと思われます。そしてこの地点では今度はロシア軍がローテーションを行っています。
ますが、これも砲撃が降り注ぐ中、かなりの高速で移動していますが、ドローンに狙われていますから、装備はもはや撃破されてもいいくらいの感覚で、歩兵たちが急いで現場へと向かう姿が映っております。そしてクレメンナへの南部方面ですが、ロシアの軍事特派員によれば、この方面ではロシア軍がベラゴーロフカのいくつかの拠点を制圧し、グリゴーロフカ方面へと前進したとのことです。これはグリゴーロフカの画像ですが、白やグレーの点々はほぼ全てが砲弾の着弾跡です。月面のクレーターのようにも見えますよね。これはベロゴーロフカの画像ですが、街は砲弾でほぼ壊滅状態になっております。サーニャさんもおっしゃっていましたが、ここには人々の生活があったわけですよね。ロシアかウクライナ、どちらを味方するかに関係なく、住民は荷物をまとめて避難するしかないわけですから、そう思うと気の毒ですよね。早く戦いが終わってほしいところです。ということで、以上1月24日25日時点での前線の状況をお伝えいたしました。日本でも報道されていると思いますが、ロシアの大型輸送機イリューシュン76が24日水曜日、ベルゴロド州の上空で撃墜されました。ロシア国防省によれば、ウクライナのハリコフ州から発射された対空ミサイル2発により撃墜されたとのことですが、このニュースが私も含め多くの人々にショックを与えたのが、輸送機にはウクライナ人捕虜65名が搭乗していたからです。その中にはアゾフの隊員12名も含まれていたそうですが、自軍の捕虜が乗っているのになぜ攻撃したのか、さすがに尋常ではありませんので、ロシアでもウクライナでもこの事件はかなりの反響や動揺を呼び起こしております。24日付のコメルサント .ru からお伝えしますと、軍用輸送機は23日火曜日の午前11時15分にベルゴロド州カラチャンスキー地区のヤーブラノボ村の野原に墜落しました。その墜落する瞬間を一般人が動画撮影した映像が世界中に拡散されていますが、撃墜と燃料の爆発により搭乗していた全員が死亡しました。撃墜の数時間後に、ロシア国家会員国防委員会アンドレイ・カルターポロフ委員長が搭乗者の情報を発表しました。カルターポロフ委員長によれば、捕虜交換の192対192プランに基づき、ウクライナ軍の捕虜65名を移送していたそうですが、実は他にもう一機のイリューション76も80名のウクライナ軍の捕虜を乗せ後方を飛行していたそうです。しかしこの撃墜を受け、直ちに同機は引き返したとのことでした。ロシア国防省によれば、この捕虜交換は23日当日の午後にウクライナとの国境にあるカラティーロフカ国境検問所でロシアの捕虜と交換される予定だったとのことです。真っ先にロシアのビクトル・ボンダレフ上院議員がテレグラムチャンネルで配信された動画、そして撃墜前に乗組員から外的要因が報告されていたことから、イリューシン76が撃墜されたことは疑いの余地がないと発表しております。その後、ロシア下院国防委員会はこの攻撃がウクライナに供給された米国製パトリオット対空ミサイルか、ドイツ製のアイリス TSM を使用して行われたことを確認した後に、このボンダレフ上院議員の見解に同意すると発表しました。その後にロシア国防省は公式声明を発表し、その見解を概ね支持する内容を発表しております。国防省によれば、このイリューシン76は2発のミサイルによって撃墜されたとのことですが、これらのミサイルは同機がベルゴロド州に接近した際に、ハリコフ州のリプツィ村近くのウクライナ軍の対空ミサイルシステムから発射されたと報告しております。なお、この発射についてはロシア国防省のレーダー基地によりしっかりと記録されているとのことでした。コメルサント.ru の情報筋によれば、今までは通常捕虜の輸送には陸上輸送がメインで、軍用飛行機は使用されてこなかったそうですが、最近では捕虜の数が増加したことに伴い、送り返す場所も増加したため、今年に入ってから軍用機での輸送も行うようになってきたそうです。ちなみに捕虜交換自体は昨年の8月7日以来行われてきませんでしたが、今年の1月3日に大規模な248対248で捕虜交換が行われました。この時も軍用輸送機が使用されましたが、何の問題もなく実施されております。コメルサント .ru の情報筋によれば、この捕虜交換についてはロシアとウクライナ双方の担当者間で数週間にわたって協議されてきたこともあり、こういう事態が発生することは誰も予測していなかったとのことです。しかし一方で、ウクライナ国防省主要情報総局はかなりの時間が経過した後、ウクライナ側が捕虜の移送方法について知っていたとするロシア側の声明を次のように否定しています。ウクライナは車両の台数、経路、捕虜の搬送形態について知らされていなかった。今
今のところ正確に同機に誰が何人乗っていたかについて信頼できる包括的な情報は得られていない。まあ捕虜の交換については数週間にわたり協議してきたわけですし、少し苦しい言い訳に聞こえますよね。この声明に対しロシア下院国防委員会のカルターポロフ委員長は、ウクライナ側はイリューシン76の飛行プランについて出発の15分前にも事前通達を受けていたと語り、次のように発言しております。ウクライナ側には公式に、この点を強調しますが、公式に事前通達されています。飛行機が離陸ゾーンに入る15分前に完全な情報を彼らに送信しています。彼らはその情報を受信し、またウクライナ主要情報総局によりそれは確認されております。以上ですが、このようにロシア側は事前に捕虜を搭乗させていることを伝えていると強調しています。通常であればキエフ政権側は当初から強く反論し、ロシア自爆説に固執するはずなのですが、今回の初動ではそういった言動もなく、珍しく沈黙が続きました。撃墜から半日ほど経って、ようやくウクライナ軍の参謀本部が反応を示し、ウクライナ軍は今後も国防の観点からベルゴロド・ハリコフの空域制圧のためにこのような措置を引き続き講じると述べ、ミサイルの発射地点と軍用輸送機を使ったその物流の補給は監視しますと発表しております。まあ自国の捕虜が乗っていなければこの声明も理解できるのですが、今回は捕虜が乗っていたわけですからね。これでは捕虜が乗っていようがいまいが関係なく、この空域を飛ぶ飛行物体は撃ち落としますと宣言しているようなものです。今回の事件ではキエフ政権側のオフィシャルな反応が非常に遅れたため、ウクライナの情報空間ではパニックが生じました。当初ウクライナのメディアは防空システム S300 のミサイルを輸送していたロシアの輸送機をウクライナ軍が撃墜したと大喜びのニュースを大々的に報じていました。しかしその後に行われたロシア国防省の発表で、ウクライナ軍の捕虜が搭乗していた事実が伝わってくると明らかに混乱をきたし、例えばウクライナスカヤプラウダなど多くのメディアが見出し内容を変更し、ウクライナ軍が撃墜したというフレーズを削除したりと、完全な情報錯乱状態に陥りました。またウクライナの政治家も同様で、ウクライナ最高会議のゴンチャレンコ議員はご自身のテレグラムチャンネルで、国防大臣が沈黙し、大統領府も沈黙している、誰もが舌を出し沈黙して座り、ただ見守り、誰かが全てを責めるのを待っていると、かなりきつい論調でキエフ政権を批判しています。そしてようやくウクライナ国防省の発表があったのは事件から6時間も経ってからでした。まあこれだけ長い間沈黙するのはまさに異例です。あのおしゃべり好きなポドリャク大統領府長官顧問でさえ、西側メディアの取材に対し、まだ時間が必要ですとしか語っていませんでした。キエフ政権の伝統的パターンの偽旗作戦攻撃も、今回はさすがに通じないことが分かったのか、またあるいは防空システムが誤発射したとか、またはロシア軍の捕虜は通常、交換後に飛行機でモスクワやモスクワ近郊まで輸送されてましたので、ロシア軍の捕虜が乗っているのと誤解して発射したのか、まあこの可能性もなきにしもあらずですが、キエフ政権の関係者内で話の辻褄合わせをするにしても、この異例の沈黙の長さは全くキエフ政権らしからぬ対応だったのが気になりました。キエフ政権が何らかの意図を持って撃墜したと考えると腑に落ちない点があります。というのもウクライナ軍は兵員不足が問題になっていますので、捕虜の帰還はむしろ大歓迎だと思います。また一方で撃墜するとなると、国内からのキエフ政権に対する非難が殺到することは容易に想像できます。さすがのキエフ政権もこのデメリットだらけの撃墜はできないと思うのです。そこで浮上するのが第三者の指令による直接間接的な撃墜の可能性です。軍事アナリストのユーリー・ポドリャカさんが興味深い分析を行っていますので、ここで共有したく思います。ポドリャカさんの分析によれば、米国と英国の間でウクライナ紛争への対応について意見の相違が見れるとのことです。米国の国家安全保障会議 NSC のジョン・カービー戦略広報調整官は、連日のように米国にはウクライナ支援へと回す財源がないと公言してきていますし、また先日病院から退院したオースティン国防総省長官までもが、ついに米国にはウクライナ支援の資金はつきました、昨年の水準でウクライナにロケットや砲弾を支援する状況にありませんと発言しており、米国は内政事情を踏まえウクライナ支援から遠ざかっていくといったメッセージを出し続けております。しかしロシアの弱体化を狙い、ウクライナという国を最大限に利用してロシアを疲弊させたいと考えている英国は、何が何でも紛争を継続したい。しかしここで米国が戦線離脱すると、 EU 諸国も離れる可能性が高まるため困ってしまう。ポドリャカさんは、米国の動きに動揺を見せた英国がこの輸送機の撃墜を計画したのではないかと見ています。
まあ米国は嘘か本当かは別にして、ゼレンスキー大統領に対し一部の領土を失っても交渉の席に着くことを進めています。そして裏では交渉を進める動きが進んでいるのか、実は今回の撃墜された軍用機にはロシア国防省の交渉団の代表であるシャムサイル・サラーリエフ下院議員とセルゲイ・エゴーロフ少将が搭乗する予定だったそうです。両名はこの日たまたまこの機に搭乗していなかったそうですが、この交渉役の2名の高官を殺害すればロシアは今後の和平交渉の道を必ず閉ざすでしょうし、ウクライナ軍に対する攻撃もさらにエスカレートすることは間違いありません。ポドリャカさん曰く、この2名が搭乗する予定だったことは間違いありませんが、テロの実行者たちは当日このことを知らなかった。明らかに誰かが全てを完璧に破壊しようとしていたのです。なるほどですよね。思い起こせば以前もお伝えしましたが、2022年3月末のイスタンブール和平交渉で両国が停戦合意寸前まで行った後に、英国のボリス・ジョンソン氏が当時のウクライナ代表団のアラハミア団長に戦闘を継続しようと伝え、その後ブチャの大虐殺事件が起こり再び戦争が開始されたわけですが、今回もどこか役者は違えど同じような構図が浮かび上がってくるようにも思えます。先ほどもお伝えしましたが、ロシア国防省は数週間前からこの捕虜交換の話がロシアとウクライナの間で協議されてきたと発表しています。そして1月3日の捕虜交換は無事に行われました。その1月3日と23日の間に何があったのか、そこでピンときました。以前の動画でお伝えしました、英国のスナク首相、シャプス国防大臣、ジャキンス国防参謀次長がキエフ訪問したのはこの事件の起こる10日前、つまり今月の12日でした。となると状況的には本件についてももろもろその際に協議していた可能性も否定はできません。そしてこれは関連情報ですが、24日付のリア・ノーボス氏によれば、英国のシャップス国防省は撃墜事件の翌日のタイミングでビデオメッセージを投稿し、他国も我々に追随する時が来ました。ワシントンからブリュッセルに至るまで、ロンドンと同様キエフも我々の支援を必要としています。我々全員が軍事支援を強化し、ウクライナに勝利に必要なものを与えなければなりませんと語っております。まるでこの軍用機撃墜後にこの声明を出すことを事前に決めていたかのようですよね。そして今後はまさに英国が主導していくのだという意思表示にも思えます。まあ知能犯はあえて現場に自分の痕跡を残すと何かの本で読んだことがありますが、そう思うと英国が下手な芝居を打った可能性がますます高まってきます。以前にもお伝えしましたが、英国はウクライナ支援に25億ポンドを割り当てていますが、実際のところはこの資金のほとんどはキエフ政権へと送られるのではなく、英国企業へと回り、ウクライナ軍のニーズに合わせた武器の製造と購入、その後の輸送に費やされるそうです。つまり自国の経済繁栄のためにウクライナを利用し続けたい、そのためにウクライナ人が犠牲になっても構わない、とにかくこのスキームを止めたくないということなのでしょう。またポドリャカさんによれば、23日の深夜にキエフ政権内で危機対策プランが協議され、それがゼレンスキー大統領の国際的調査が必要だという発言につながっていると指摘しています。そのゼレンスキー大統領の声明の要約は次の通りです。ロシアがウクライナ人捕虜の人生、彼らの親族の感情、そして私たちの社会の感情をもてあそんでいるのは明らかです。私たちは全ての事実を立証する必要があります。主要情報総局は全ての捕虜の運命を調査しています。そして保安局 SBU はあらゆる状況を調査しています。輸送機の墜落がロシア領内で起きたことを考慮する限り、我々の管理外になります。事実、これが今最も重要な言葉です。以上ですが、本当の事実を知っていながらこういった発言をしているとしたら、まあ言葉もありませんが、まさに役者ですよね。仮に英国が裏で仕組んだ作戦だとしても、キエフ政権内かウクライナ軍参謀本部にはこの作戦を知り、実行に移した人物がいるのは確実でしょう。以前どなたかがコメントくださいましたが、実際のところキエフ政権内は親米派、親英派に分かれており、例えばザルージュニー最高司令官は親米派。確かにザルージュニー最高司令官は以前この戦争には勝てないことを軍人の視点から暴露しましたが、この姿勢は手を引きつつある米国の流れに沿っていると思います。一方、最後の一人まで戦う、交渉はしないと跳ねつけているゼレンスキー大統領の姿勢は、米国と EU に支援継続を求める諦めない英国の流れにぴったりと寄り添っているように思います。ポドリャカさんは、ウクライナ社会ではキエフ当局にとって不愉快な質問をし始める人々がこの24時間で著しく増加
化したと語り、社会全体に不穏な空気が漂ってきたことを伝えつつ、米国が推進した捕虜交換、そして和平プラン全体がこれで少なくとも一時阻止されたことになると締めくくっております。またあの2022年3月のボリス・ジョンソンの再来となるのでしょうか。英国はそんなにロシアが憎いのなら直接ロシアと戦えばいいのにと思ってしまうほどですが、スナク政権は今年の総選挙を控え、その前に何としてでも紛争継続の方向を固めておきたいという狙いが透けて見えるように思えます。最後にこの撃墜されたイリューシン76にはロシアのパイロットを含む乗務員6名と護衛の3名も搭乗していたとのことですが、この9名も死亡しました。ベルゴロド州の上空でウクライナ軍の防空ミサイルに撃墜されましたが、パイロットはヤブラノボ村に墜落しないよう飛行機を必死に操縦し野原の方へ向かい墜落したとのことです。墜落現場の写真が SNS 上に出回っていますが、墜落の衝撃もかなり凄まじかったようで、機体は広範囲にわたってバラバラになっています。もし村に墜落していたとしたら、被害はさらに大きくなっていたことでしょう。地元のロシア正教会のゲオルギー・バラビコフ司祭は、パイロットが野原へと向かってくれたことで村は無事でした、子供が通う学校も近くにありましたし、彼らに頭を下げ彼らのために祈りますと亡くなったパイロットたちに感謝の意を表しております。パイロットはスタニスラフ・ベズズプキンさんで、クラスノダール高等軍事航空学校を卒業し、シリアにも従軍した経験を持つパイロットだったそうですが、奥さんと幼い娘さんを残したまま亡くなりました。しかし彼や副操縦士のチュミレフさんのおかげで村は助かりました。この事件で亡くなったベズズプキンさんたちには国から勲章が与えられるとのことですが、残された家族の面倒も必ず見てあげてほしいと切に願っております。というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネルの登録とお友達やお知り合いへの拡散もよろしくお願いいたします。